どうも、おはようございます。7日、4時48分、目が覚めてしまいました。チャンピックスを飲んでるんですが、とにかく眠くなるですよね。で、寝るじゃないですか。ぐっすり眠れるかっていうと、ぐっすりは眠れないんですよ。でね、大体3時間ぐらいおきに目が覚めるんですけど、全然仕事がはかどらない。なんだろう、結局脳のレセプターブロッカー、結局脳の中にあるこう穴みたいなのをね、こう塞いで、そこに、ニコチンならニコチン、快感を生む物質を入らないようにして、で、結果的にニコチンを体内に入る。でそこから快感物質が生まれない。だから気持ちよくないからタバコがやめられますっていう仕組みですよね。でこれ最初にね、多分作ったのは花粉症。花粉症がそのレセプターブロッカーみたいなものが最初だったと思うんですよ。でその前にね、抗うつ剤のね、名前忘れちゃった、それもね、こう脳のプチプチっとしたのね、ブロッカー系だったんですけどね、これもね、これと似た症状ですね。その頃ひどいうつで、うつって遺伝するでしょ。遺伝しないっていう人がいたら、それはそれでいいんですけど、うつって遺伝するんですよ。で、うちの家系はね、ほとんどうつです、全員。多分ね、うつだからって言って暗い人間かっていうとね、そうじゃないんですよ。当然楽しいこともあるし、笑いますし、俺も笑うでしょ。でもね、笑ってるからってね、楽しいかっていうとね、そうでもないんですよ。そうするとね、それを嘘つき呼ばわりされたりするんですけど、それも正直言ってムカつく。そういうことが分かんない人とはもう付き合いたくないと思いますしね。で話戻りますと、その時ね、飲んだ薬がね、もうひどかった。確かにね、ぼんやりしちゃうんですよ。ただただぼんやりしちゃう。一日ね、何やってたか全然覚えてないんですよ。それは嫌な思いもしないですよ。ただただ一日、ただ一日胸くそ悪い気分のまんま何やってたんだか覚えてないんですよ。それって怖いことだと思いません？自分がムカついてて人殴っちゃったとか人に蹴り入れちゃったっていうんだったらまだいいですよ。でも覚えてないんだから、もしかしたらパンチ入れちゃってたかもしれないし、キック入れちゃってたかもしれないわけですよ。そういう中でね、覚えていないっていう薬を作っちゃうっていうのは、俺はね、間違ってると思いました。今ね、すごくそのね、禁煙の薬を飲んでる中で気をつけてるのは、なるべく多くメモを取るようにしてます。で、なるべく友達とはね、長く喋るようにしてます。そうすることでね、
相手にも自分の今状態ってどうっていうふうに確認を取れますし、ちょっといつもより声のトーンが高いよとかね、声のトーンが低いよとかね、そういうふうに言ってくれる友達がいるっていうのはね、すごくありがたいことだと思います。そんなわけでもうちょっとね、無理から、もうちょっと寝ようかな。それではまたシーズンです。